少年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい始まりました。ロシアカウントダウンということでお届けしたいと思います。今日の内容面白い、興味深いと思った方ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。いや昨日ですね、ウクライナ軍がねロシア領内クルクス州に、侵攻したということで、もう本当びっくりしてね。でそのウクライナ側の情報源がみんな沈黙なんですよね。でロシアがまあわちゃわちゃ言ってて、昨日の情報では撃退したって言ってたのに、ウクライナ軍撃退したって記事を削除して、でどうもまだいるらしいというところで止まっていたんですが、今日ですねロシア側からまた情報が入ってます。これはですねウクライナ内務省顧問のアントン・ゲラシェンコさんのね、ツイッターなんですけれども、ロシアのいわゆる軍事ブロガーね第13というまあコードネームのやつらしいんですけど、こいつがですねクルクス地方の状況を解説してね、こんな風に言ってると、いうことなんですね。で、昨日ですけどね、もうちょっと、まあ、大体だから、20時間前ぐらいかな、12時間から20時間前ぐらいの時点で、ウクライナ軍はロシア国境を突破し、ダリーノ、ゴゴレフカ、スベルドリゴボ、ゴンチャロフカの、集落に侵入していると。敵はってこれ、まあ、ウクライナ軍ですけどね、ウクライナ軍は10キロほど深くまで、侵攻し、現在も予備軍の投入をやめず、上記の集落を占領していると。でさらにですよ、こう言ってます。昨日我々のヘリコプター2機が撃墜され、防空軍は完全に機能停止状態だと。これあのちょっと噂出てましたけどね、昨日ね、あの撃墜したと、ドローンで撃墜したって話だったんですけど、ロシア側からもこれを認める情報が出てきているということです。で、これはロシア義勇軍の愚か者による、いわゆるメディア的な動きではなく実際の攻撃であり、ロシア連邦の国境突破であると。ちなみにこの国境は神聖かつ不可侵である、それともそうではないのかと、ちょっとお怒りですね第13さんね。さらに、ベローゾフがねこんなこと言ってると、間違いを犯すことはできるが嘘をつくことはできないと。ベローゾフが昔言ったらしいです。さらにプリゴジンがですね昔こんなこと言ったと、真実を語ることを学ばなければ戦争に勝つことはできないと。かなりお怒りですねこのブロガーね。そしてこれらの人々の言葉をもっと頻繁に思い出してください。あなたの心の中で何かが変わるかもしれません。重大なことは何も起こってないが良いことも起こっていない、厳格かつタイムリーな解決策が必要だと、いうことでですね、なんかこれちょっとまずいんじゃないかと、はい、いうことですね。で、これね実は私を監修しててくれてる専門家からねこういうのが出てるよと、いうことで、出てきた話なんですけど、どうも専門家曰くですねウクライナ軍はクルクスのですね、まあ、ガス電というかガスのね、エクスチェンジポイントっていうかね重要な施設があるらしいんですね。ウクライナに送るウクライナを通るパイプラインのなんか、ガスのですね重要な施設があって、そこを目指してんじゃないかと。あとね原発もあるので原発も抑えに行ってるんじゃないかと、いうことです。それからねプーチンがですね、安全保障会議を招集したのではないかと、いう噂が出ていると、これもですねアントン・ゲラシェンコさんからの情報ですね。それからですね、これはですね、プーチンのね、まあロシア語の、まあメディアの情報なんですけれども、これによるとですね、プーチンがだいぶ慌てていると、いうことで、ちょっと翻訳したんですけどね、こんな感じです。水曜の朝までにウクライナ軍はクルクス地方の奥深く15キロまで、さっきのあの第13は10キロって言ったんですけど、そこからさらに深く15キロまで前進し、11の集落を占領したと。昨日の夕方までには5から7キロ、7つの地区を占領していたと。プーチンは本日12時にロシア安全保障会議理事会のメンバーと会合を開くということで、プーチンもちょっと慌ててんじゃねえかみたいなね、そういう情報が出ております。さらにですね、プーチン慌てて兵を回す可能性もあるんじゃないかと。これも、平場のですね、軍事ブロガーの情報ですけど、ロシア軍はですね、クルクスへ侵攻しているウクライナ軍の車両の一部を止めるためにですね、イスカンデルというね、虎の子のミサイルを使い始めたと。いろいろと費用と対効果考えるとですね、極めて高価なミサイルなんで、地上軍に使うというのはなかなかないんですけど、それだけ慌ててると。ウクライナ軍の機動部隊相手にですね、さすがにそんな希少な兵器使うのかと。いうことでですね、まあ、かなり厳しいと。さらにね、私を監修してくれてる専門家曰くですね、もうこれは突破だと、もうほぼ防衛線突破なんじゃないかと、いうことを言っております。まあ、ただですね、ロシアが核兵器を使用するかどうかというとですね、ちょっとこれは自国領でも使えないんじゃないかということですね。
で、さらにですね、複数の報道によるとということで、ジオポリティカルハブさんというね、オシントアカウントが、まあ、これ伝えてるんですけど、複数の報道によると、スジャの、スジャっていうね、ロシア側の街ですね。スジャのロシア軍の避難の後ですね、当局はですね、戦闘なしでウクライナ軍を都市に引き渡すことを選択したと。スジャの町無血会場ということですね。でウクライナ軍はすでにこの地域の重要なガス輸送地点を制圧しているということで、どうもですね、天然ガスのエクスチェンジポイントね、もうすでにウクライナ側の手に落ちているようです。最終的な目標は北クルクスの原子力発電所であるという報告もあると、いうことでですね、これ元になったニュースはノエルレポートさんね、私がいつも引用してますノエルレポートさんの、こういうツイートです。スジャのロシア現地放送局が一応ソースなんですけど、スジャがウクライナの支配下に入るだろうと報じていると。以前ロシアの現地司令官らが戦闘することなく街を明け渡したとの噂が流れた。今のところこれは全て憶測であり確認されているわけではないと。でさらにこれに続いてですね、ロシアのテレビ局ツーメジャーズというところが報じてるんですけど、スジャ氏がウクライナ軍の包囲下にあることを、報告していると。戦車が国境警備隊を直接、狙っていると、いうことですね。さらにですね、スジャ、誰かがこの責任を問われることになるだろうと、ロシアの軍事ブロガー、ボエナッハ氏は書いていると。ロシア人はクルクス地域で実際に困難に直面しているようだと、いうことです。で、さらにですね、クルクスに避難したスジャの住民のですね、動画が上がってるんですよ。でこれもノエルリポートさんがクリップしてですね、解説をつけてるんですけど、クルクスに避難したスジャの住民は自分たちの地域に軍の存在と防空体制がないことへの不満を表明したと。クルクスにはヘリコプターがあるがスジャには防衛体制がないと彼は指摘した。彼はアフマト部隊、まあ、これあれですね、カディロフのチェチェンのね、プーチン派の部隊ですけれども、アフマト部隊が最初に撤退したためこの地域は無防備になったと主張しているということで、アフマト部隊はまああれですよね、特戦隊でね、味方を後ろから撃つことはできるんですけど、敵とは戦えない、まあ、弱っちい部隊なわけですよ。はい。で、さらにですね、彼はすでに戦車が配備されているスジャに戻ることの危険性を強調し、政府の公式声明は、現実を反映していないと、隠していると、いうふうに言っているそうです。さらにですね、地元住民からの報告に基づくロシアの情報筋によると、ウクライナ軍はすでにスジャの西部を、解放し、病院の建物にウクライナの国旗を掲げたと、市の入り口では戦闘が続いていると報じられているそうです。これやばいですね。これかなり本気かもしれませんね。なんか私を監修してくれてる専門家曰くですね、ウクライナ側から情報が出ないのは、これうまくいっちゃってるからじゃねえかと。これやべえんじゃねえかということですね。まあ相変わらず否定的な意見はね、フォーブスなんかにも出てるんですけど、なんかこれうまくいってる可能性もあるのではないかと。さらにですね、クルクス人民共和国、なるものがですね、設立されるんじゃないかみたいな噂も出ていてですね、まあ一応ロシア側のですね、まあこれ声なんですけど、もしウクライナ軍が原子力発電所地域に侵入できれば、航空機や重火器の使用は、制限され、ウクライナ軍がドローンで大きな優位に立っているにもかかわらず、砲撃による突撃が必要となると。1日で15キロの急激な前進は、状況の緊迫性を浮き彫りにしていると。主な懸念は占領地やドローンだけではなく、ウクライナ軍に人間の盾として利用される可能性があり、自主的な手段によってさえ避難が妨げられている、地元住民であると、いうふうにですね、ロシアのブロガーは心配そうに言っていると、いうことですね。まあまだ逃げ遅れてる人がいるのでね、自国内に核兵器使ったってなるとね、これまたロシアいろいろ問題ですからね。さらにですね、これ全部ノエルリポートさんの、話ですけどね、ロシアのチャンネルで今起きている騒動は、2022年ハルキウからの撤退を思い起こさせると。彼らは何が起きているか正確には分かっていないが、誰もがパニックに陥っている。そして数分ごとに悪いニュースや状況が悪化しているというニュースを読まなければならない。ロシアを完全に愚かに見せるためだけでも、この作戦は成功したと、いうことです。なんかハルキウでね、ありましたよね、ウクライナの、大反撃ね。あれに近いようなことが起きていると、いうことです。で、ロシアはウクライナによる作戦継続中、継続中の作戦に対して、クルクス地域に、予備部隊をですね、移送し始めたのではないかと、いうこと。さらにですね、ゲラシモフがプーチンと会談しまして、
ウクライナは敗北し、ロシアの行政協会に達するするだ、に戻されるだろうと、一応言い切ったらしいんですけど、まあ、根拠があるかどうかはよくわかりません。さらにロシア側の戦闘機が撃墜されたという情報が入っていると、場所と機種は不明ですが、おそらくクルクス方面ではないかということで、これかなりすごいね。でね、一応ね、最新の情報ね、私を監修してくれてる専門家によるとですね、30キロぐらい入った可能性があると。ただ30キロ入ったところでそれ以上深追いしないで横展開してるらしいんですね、ウクライナ軍ね。はい、西に移動してると。クルクスではなく補給線の遮断ではないかと、目標はね、目的はね。で、今ですね、クルクス方面にロシア軍砲撃してるらしいんですけど、まだクルクスに味方いるんで、なんか同士討ちみたいになってるじゃないか。で、あ、ごめんなさい、30キロじゃないですね、20集落を抑え、現在20キロ入ってると、いうことですね。まあ、クルクスまではいけないけれども、原発、占領を懸念していると。で、ウクライナ軍はですね、もうこの2日間で350平方キロを占領したと、いうことで、私を監修してくれてるプロの、専門家もですね、ゲラシモフ大丈夫かとゲラシモフやべえんじゃねえかと、いうふうに言ってます。ただウクライナが占領を維持する力があるかどうかはちょっと微妙だということですね。で、やっぱり縦よりも横に展開していると、東西に展開してですね、ガス田と補給線を潰しに行ってると。で、もしロシアが言う5個旅団が入ってきてるんだったら、これは正解だと。で、私を監修してくれてる専門家曰くですね、もし自分がゲラシモフだったら、すぐに補給線の、補給線にですね、援軍を送るんだけれども、まあ、果たしてロシア軍送れるかどうかという状況だそうです。さらにですね、私を監修してくれてる専門家曰くですね、ポイントはスジャのガス田を抑え、ヨーロッパへの遮断を図ることと。国道8号線や鉄道を脅かし、北のロシアの、ロシア軍の補給線を窮屈に、擦ることと、クルクス方面への進撃は欺瞞だった可能性があるということですね。懸念としては兵力が足りるか、補給が維持できるかということですが、現在なんとウクライナ側が航空優勢を獲得したということです。やっぱね、必要な対空機かきつぶしがですね、まあ効いてると。まあ言ってみればですね、まあハンセンのラリアット潰しにですね、右腕を徹底的に攻撃するとそういうまあ展開ですね。まあただですね、停戦交渉を見据えた攻撃である可能性もあると、いうことで、昨日ですね、否定的な喧嘩を出してたタタリ神はどうも間違ったんじゃねえかと、私を監修してくれてるね専門家は言ってます。で、まあちょっとね、ウクライナの真の目的についてはもうしばらく検証が必要だと。未だにですね、ウクライナからの攻撃発表はないと、いうことで、まあ、認定が遅いね、認定に慎重な ISW もですね、ウクライナが、まあ、スジャの西半分をすでに支配したと、いうふうに認定していると、さらにロシアが兵力をこっちに、回し始めていると、いうことですね。で、アメリカはですね、まあ、今回の攻撃、とりあえず支持していると、いうことでですね、まあ、ハンガリー、チェコはですね、ガスパイプラインを抑えられたと、この間、まあ、石油のラインも抑えられているので、まあ、これでハンガリーも牽制できるということですね。なんかすごいことになってますね。これやばいかもしれないですね。はい、なのでちょっとこれ大きくですね、戦況が動きました。で、ウクライナがまあだいぶ、GJ な感じでやったんですけれども、まあ、ロシアはですね、本当しくったなと、いうことでございます。まあ、今後の展開どうなるかわからないんですけれども、まあ、あくまでもですね、これね、私を監修してくれてる、専門家の意見ですが、今回の突破ですね、ひょっとしたらですよ、ここが空いてるよということをね、アメリカじゃないんだけどアメリカの情報だよって伝えたアメリカ人がいるかもしれないみたいなね、まあ、そんな話ですね。どうもこのスジャの軸がスカスカだっていうことをウクライナは分かっていて、5個旅団ね、一気に投入し、クルクスを狙うように北進するように見せて、ロシア軍ガーッと寄せといて、はい、行かないっつって横を押さえて、で、まあガス田だのね、ガスのエクスチェンジポイントですね、まあそういったとか、あと補給の遮断ですよね、まあ、槍ですね。なおかつスーミ方面のこの、まあ、対空火器のですね、まあ射程に入っちゃってるらしいんですね、今行ってるエリアっていうのは。で、ロシア軍がまあ来てもですね、まあヘリはドローンで落とされね、で、上飛んできたら、まあ、対空ミサイル飛んでくるということで、まあ、さっきもね、ノエル・リポートさん、もう一機ロシアの、戦闘爆撃機やられたんじゃないかみたいな情報を出してるんですけれども、これちょっとひょっとするかもしれません。まあ、昨日否定的な見解がね、まあ、割と多かったんですが、現実はですね、まあ、かなりうまくいっちゃってる可能性があると。ウクライナが黙ってる間はですね、これうまくいっちゃってる可能性があるということで、未だにウクライナ、沈黙を守ってるそうですので、今後の展開にですね、ちょっと注目かなと。
いうふうに思います。ということでですね、今日の内容面白い、興味深いと思った方ね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後にですね、私のことを特に応援したいという方ね、Thanks ボタンでね、私がやってるさ、オンラインサロン八重洲イブニングラボの方にね、遊びに来ていただけると大変嬉しいです。ジョネトラダムス経営塾っていうのやってましてね、経営者の皆さん、一緒に遊びましょう。こんなことやって、今日も、ちょっと遊んですけど、はい、まあ、こんなことやってますので、よかったら経営のね、いろんな悩みを相談しながら、まあ、遊んでストレス解消みたいなね、大事ですよね、経営者はね。まあ、そういうこともまあやってますので、ぜひ、八重洲イブニングラボね、八重洲イブニングラボに入らないと、ジョネトラダムス経営塾入れませんので、よかったらぜひ来ていただけると嬉しいな、というふうに思っています。ということで、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー！